インコース2番の荻野と3番の河野でまだやり合っております。4番富澤がその後ろ、あとは離れて6番の樋口海斗、5番の鈴木一郎と7番の飯島、東京勢は候補です。様子を見ている。1番の栗本が後ろを見て、さあピッチ上げるか、後方から巻き返してくるか、6番の樋口、樋口が巻き返しに出たんですが、1番の栗本がペース上げました。2番手はどんどんと離れて決着はどうか、外6番の樋口がさあ追い上げて2番手に上がって追いつく勢いで1番の栗本、樋口海斗がここでまくっていきます。あとは5番の鈴木一郎ピタリとマーク、飯島どうでしょう、ちょっと離れた。6番5番で直線です。6番の樋口まくって先頭だ、鈴木一郎ですがどうでしょう。6番の樋口か